リュディガー・バルダウフは、ドイツのジャズミュージシャン、トランペット奏者、作曲家、編曲家である。バルダウフは、ジェームス・ブラウン、ライザ・ミネリ、シール、シャーリー・バッシー、マイケル・ブーブレと共演し、メーシオ・パーカー、ジョーザ・ビヌル、シャーリー・バッシー、ウド・ユルゲンスとツアーを行った。1980年代後半から1990年代に、 かけて、バルダウフは100枚に及ぶスタジオアルバムに貢献した。また、RTL ザムスターク・ナハトと呼ばれる、最初のドイツのコメディテレビ番組のバンドであった、RTL オールスターズのメンバーを務めた。2003年以来、バルダウフは、ステファン・ラープのトゥナイトショー、TV トータルにおいて、ヘビートーンズというバンドでトランペットを演奏している。2010年6月、バルダウフは、 オウンスタイルというタイトルの最初のソロアルバムを発表した。ティル・ブレナー、ニルス・ラングレン、アック・バン・ローエン、アンディ・ヘーデアー、マックス・ムツケなどの著名なゲストが参加した。バルダウフはクラシックの教育を終了したが、幼い頃からジャズ、ファンク、ソウルを好んだ。彼は、レナード・バーンスタインのウエスト・サイド・物語とマウリシオ・カーゲルのノイ・エム・ジークで、 最初のトランペットを演奏していた。ありがとうございます。